かわいい。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ今日はなんとこのように外に来ちゃいました。やったまあそろそろ春がやってくる季節になってきました。みんなは季節をどうやって感じますか？何か思いつくものとかありますか？はい、ということで今日はちょっとねこの辺をお散歩しながら春を探しに行きたいと思います。それでは行きます。レッツサイエンス。ウィーウィーお、何かお花があるよ。さあ、わあ、きれいきれい。さあ、これはタンポポですね。タンポポは春にお花が咲くので、まさにこのようにちょっと綺麗に咲いているのが分かりますよね。そして冬の間は、今ちょっと葉っぱ立ってますけれども、葉っぱが寝たロゼットっていう状態で冬を越します。でも春だからすごい綺麗に咲いてるよ。この春にしか咲かないお花ですね。これはオオイヌノフグリ。これちゃんと見ないと本当気づかないぐらいの感じなんですけれども、みんなも見つけたらオオイヌノフグリ、あ、オオイヌノフグリってね、なるんじゃないかなって思います。なんかここにもすごい白くてとっても綺麗なナズナがあります。これまたなんかね不思議な形だよね。じゃん、ハート型だよ。かわいいこれもちゃんと見ないと気づかないよね。このハートのところをこういう風に咲くと、中に種がほらほら入っています。草花遊びができて、こうこういう感じで咲いて、で取らないようにしてよーんって伸ばします。チャリンチャリンじゃないよねチャリンチャリンこっちだよねシャランシャランってね音が聞こえるの。いるかな、これすごいいい色だね。これは仏の座といって、仏様が座っているみたいな感じなんで仏の座って言います。待って、これすごい可愛いよ。なんかここすごいいっぱい咲いてる。ほらほらほら、いっぱいね、ちっちゃい白いお花が咲いてるんだけど、これは箱部といって、春の七草の一つ。ちゃんと見ると一個一個なんかちゃんと綺麗に咲いてて、わあ、ここにまた黄色いお花がありますね。これはタンポポじゃなくってヘビイチゴというやつですね。これ実はこれ赤い実がなるんで、ちょっとここからは想像できないけど、出ました、出ました、春のもう代名詞、菜の花。さあ、これは種から油を取るので、油を取る菜っぱということで油菜とも言います。これはカラスのエンドウというやつですね。さあ、これが豆になって最終的に熟すと真っ黒になるんですね。だからカラス、カーカー、黒いね。そしてちょっとこの独特な形をした蝶々みたいなね、形してるの、ほら、ピコピコって、これがマメ科のお花の特徴です。そしてなんとここ、見て見て、くるりんってしてるでしょ。他もね、この辺もくるりんってしてるよね。これがいろんなところに巻きついて、どん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 上に伸びてきます。仏の座とちょっと似ているものを発見しました。こっちが仏の座ね、さっきと同じね。で、見て、ちょっと似てるけどちょっと違うよね。これが踊り子草って言って、
咲いてるね。これ1個ずつ見るとほんとすごい形だよ。ほらすごくない、これ1個ずつがすごい、なんかなんでこんな形になったのっていうぐらい本当に面白い形を、まるで踊っている人みたいだね。おお、なんかここ覆われていますよね。これみんな何の跡かわかる？台風が来てここも水になって、なんでその細かいものがどん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 ここに溜まっていった跡なんです。お水が流れてたってことがわかるような跡になりますね。すごい細かいものがバーッと溜まってます。というわけでちょっと歩くだけでもいろいろな春の理科が見つかりましたね。みんなもぜひちょっとね、こういうところに来た時にはじゃあこれなんだろうな、なんだろうなって思いながら図鑑とかで調べてみるととっても面白いと思います。あとはね、お花がねそれぞれちょっと隠れてるところにあったりとかするけど、まあ、しっかりとそれぞれ咲いていて個性を発揮していて、私は今日それですごく元気をもらいました。ということでこの動画がためになったよ、面白かったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。